国会では衆議院本会議で立憲民主党が提出した細田議長に対する不信任決議案の採決が行われ、自民党などの反対多数で否決されました。衆議院議長細田博之君不信任決議案は否決されました。細田衆院議長に対しては一票の格差是正案について繰り返し否定的な見解を示したなどとして、極めて異例ともいえる議長の不信任決議案が提出されていました。ただ野党内でも賛同する動きは限定的で、反対することで一致している与党の反対多数により否決となりました。また物価高対策が不十分だとして提出された岸田内閣に対する不信任決議案はまもなく採決が行われますが、与党に加え一部の野党も反対する方針で、反対多数で否決される見通しです。